一人で喋るから気まずくなるのでよろしく。今からやることは何ですごいか説明します。泉葛城さんは大阪府岸和田市殿原町にある、まあ、約858メートルぐらいのヒルクライムなんですけど、この山のすごくいいところは山頂に向かう7つのコースがあって、それぞれのコースの特徴、難しさが全て違うのですごく面白いです。激坂コースもあったり、絶景コースもあったり、緩い勾配のコースもあります。誰でも好きなコースを選べることができると思います。そしてさらにもう一つすごいことは、ここの地元のサイクリングクラブ岸和田ツーリングクラブが山頂で、掲示板を作って、そして登った人の名前を書くことができるという、おそらくストラバー以前のシステムなんで、まあここの地元のサイクリストをモチベーション上げてるので、まあ、かなりすごいと思います。そして、まあ今から僕たちがやるチャレンジが7勝と言いますが、まあ泉葛城さんを7回も登るというチャレンジになります。もうスピードとかタイムとかもうそれはもう関係ないから、もうとりあえず達成できた人はすごい。実はこのチャレンジ4年前に達成したことがあって、まあ天気が急に変わったり自転車のトラブルパンクとかしたり、多分3回ぐらい失敗してからやっと達成できた、まあこれぐらい難しいチャレンジということですね。先週もこのチャレンジ実はやろうと思ってたんですけど、天気が急に変わってそれも、やめたこともあります。あまりいいスタートじゃないですねこれは。くそ。だから達成できるとは限らないですね。今日も今日の予定なんですけど、1日かけてゆっくり走りますけど、基本的には一番きつい激坂コースから始めて、最後はまあ緩いコースを選ぶことにしました。で今から行くコースはソブラコースと中尾コース、まあこの泉葛城さんにおいて一番きつい激坂コースになります。その次犬鳴きコースですね。まあ多少激坂もあるけど中尾とソブラほどじゃない。その後はちょっとまだわからないんですけど、まあみんなの様子を見て、まあ、休憩したり次行ったりで、次行くとしたら小川と神通コース、まあこの2つは結構水勾配はないのでちょっと長いけど、ただまあ疲れた後にちょうどいいかなと思います。6本目としては今ここにあの麓にある殿原コースを登りますけど、これで6本目なんですけど、その後がですね、実は2であれば牛滝コースになるんですけど、去年の土砂崩れでずっと通行止めになってて行くことはできないので、ただまあもう一本登らないといけないので、今回は携帯のサイコロを使って1から6どの番号に当たったら今日走ったコースをもう一度走ることになる。それをまあ6本目終わった時点でやろうと思います。でまあもし中尾コースになってしまったらどうしようっていうみんな心配なんですけど、まあそれも今日のチャレンジの面白いところだと思いますので楽しみにしてください。それじゃあ最後今日のメンバーの紹介なんですけど ダッシーさん、まあまあまだ実力多分僕は見たことないんですけど結構速い方だと思います。お願いします。あとまあこの前の横山さんです。ゆっくり走りますよ。はいはい。ほんまか。今日は3人でチャレンジしたいと思います。まあ補給食とかはまあとりあえず食べれるものを何持ってきました？ほうとうゼリーとゼリーグミ。やばめっちゃ持ってる。もしかして僕一番持ってないかもしれない。ランチも食べますよね。まあ今日のランチは山頂のカフェでやろうと思います。まあ私は持ってるのはまあソイジョイとかバー系がメイン。一緒に行きます？無理です無理です。行きますか？お願いします。行きます。それじゃあ今から泉葛城さんで2番目に激坂ルートのソブラ登りたいと思います。まあ今日のペース配分をちゃんと考えないといけないので、3人のうち誰かが遅れたとしても掲示板で
合流するという流れになります。このペース絶対速すぎるみたい。あの2人がもう先に行かして自分のペースで走りたいと思います。一日は長いから絶対速すぎるって。このスブラルートなんですけど、こんな感じの路面でコンクリートブロックみたいな、今日みたいにちょっと濡れると滑りやすい、こんな割れ目もいっぱい入ってるから下りとかでパンク落車しやすいので、下りはおすすめできません。上りも回って今日7カツやで、もう見えないやんけ。まあまあまあ待ってもらおう。道があまりカーブがないのでこんな感じ、休むところが少ない。駅坂に入ったらずっと激坂が続く、終わりが見えない。メンタルやられる。綺麗やけどな。まあヘアピン越えたらちょっと勾配が緩くなる 10%。 でもこのソブラにおいて 10% は休憩にしか感じない。一つ意見言っていいですか？これ7カツペースじゃないですよ。なんか違うチャレンジに参加してるんですか？いや僕らの休憩のカフェまだ閉まってるけど、もうすぐ掲示板、やっと2人が見えてきた。掲示板です。ちょっと寒い。寒いですね。さすがに1本でもしんどいっすよ。そこらは、うん、最初早すぎるよ。ここでみんな自分の名前書いて、そして岸和田ツーリングクラブの会長が、それを、クラブのブログに載せて、まあ、あの今月誰々が何本登ったかみたいな、あのランキングを作ってます。これって結構昔からあるんですか？ずっとありますね。結構僕8年ぐらい前はもう始まりました。ちょうど8時で8時、私は1だけど。2人ともリュック持ってきてるので、まあどっかあの適当なところに隠して、で毎回登った時にまあ補給する。私はリュック邪魔だと思ってたので、まあ全部ポケットに入れてます。中尾コースですね。この前動画でコースの詳細とかの動画作ったことあるので、まあよければそっちも見ることできますけど、この桂木さんにおいても一番の激坂です。多分中尾コースでもちょっと濡れてるので、下りは特に気をつけないといけないと思います。それじゃあ行きましょうか。横やん大丈夫？上りあんなに速いのに下りがこんなに怖いってある？ここまだスタート時点じゃないですけど、あの中尾コースで自販機はここしかないので、まあ横やんが降りてくるのもあって、そしてまあスタート時点まで行ってそこから上りたいと思います。横やんなかなか降りてこない。大丈夫か？タッシーさん探しに行って、横やん来ない。あ、いた。ストップ。これ登ったらあとは楽なく やつしかない。今のところ足はまだ大丈夫、まだ元気です。まあ、この中尾コース簡単にまとめてみたら、最初のところは結構楽、こんな感じでも急に激坂になって、それがちょっと段差になって何箇所あるんですけど、川のよく走ってるとこと、あと村に入ったとこが一番きつくて登りにくい。
そろそろ本番ですね。最後のサイコロの何が一番いいですか？あ、最後僕コカワ。コカワ？コカワか神通がいい。ああ、横山さんは。一応撮影のところはサイコロにしといて。はい。で、実際は裏中をいいからやり直し。あの先が一番絶望的。常に300ワット以上。このカーブに近づいたら約 12%。 さっき20やったから 10% なんか楽に感じる。ここはなるべく行きたいところ。今日はもうこんな流れかな。こんな低い系レースで走るの全然面白くない。ここまで着いたらちょっと休める。ああきついけど、まあまだ大丈夫。最後の壁着いたよ。こんな楽に靴をつけられるとちょっとな。着きました。二人とも間違いなく僕を待ってる。さあ、もう何も中終わった。中終わった。次ほなどっち？次の稲鳴き。稲鳴き。ああ、ぶん。セオリー通りや。稲鳴きの方。行けますか？頑張ってください。ありがとうございます。水分補給。一本1000円ぐらい。何それ？ドーピング？ドーピングみたいな。やっぱりドーピングでした。もうそんな早いはずがないと思ってました。あのこれ一回打ってみたいですけどね。打ってみたい。どんぐらい速くなるの？OK、 今のところちょっと編集しますね。1000円のドリンク乗せるんじゃん。飲んだ。電車ベチャベチャです。この今から登る犬鳴きコースが一部だけちょっと激坂があって、道が結構狭い。ところどころ路面が割れててパンクスリップしやすいところも結構あります。あと車も意外と通ってるからすれ違う時は結構危ないですね。先ほどの中尾とソブラコースに比べたら、まあこっからはもう楽しくサイクリングしようかなと思います。この二人は何するかは知らんけど、ランチはどうしますか？一回登った後に時間見て、時間見てですね、もし行けそうやったらもう一本。了解です。自分に向けた状態で。ああ、まあ好きなように。このちょっと怖いな。なんか面白いエピソードとかやったら全然自由に喋ってもらっても。何喋るかな。横山の朝のルーチンとか。今から犬鳴きを登ります。体力的にはまだまだ全然大丈夫で、足も全然大丈夫です。多分6本目ぐらいになるともう死にそうな顔になってると思います。じゃあ頑張ってきます。僕は多分もうちょっと早く死んでそうな顔になってると思う。トッシーさん、ちょっと姿撮りたいからちょっと待って。トッシーさん、はい、今まで会ったことないですよね。あの前回まで
ないと思いますね。桂木山頂まではあまり行かないですね。ああ登り嫌いなんで。え何しに来たんですか今日今日は根性連に来ました。ああそういうこと。普段はどんな走りするんですか。登りじゃなければ。あのアップダウン系が好きなんで。パンチャ系。そうですね。客室診断的にはルーラーらしい。信じられない。ここ一応僕の専門やのに全然ついていかれへん。今のところどんな感じですか。今のところまだ大丈夫。まあ2人はまたさっき行っちゃったけどもう慣れてきました。このトンネル横山さんが怖いらしい。トンネルを越えたらここからちょっと激坂ですね。今日最後の激坂だといいけど7本目がまだ不明ですよね。これすごい見て。このままほっといて大丈夫な。山頂も綺麗に晴れてきました。お待たせしました。え、いいんですか。うん、大丈夫ですか。これさっき差し入れで。あ、マジ。あ、ありがとう。もう一本いけそうですよ。うん、まあここはやし、その後もうここ行って下ってランチして、うん、でその後ジーンズ殿原サイコロ。あ、差し入れありがとうございます。それでもう一本いけそうです。今までのライドデータを共有します。イエメから走ってきて、で3本登って、まあ距離は70キロですね。ただ獲得標高がもうすでに2400メートル。家帰ってもいいぐらいのいいライドをやってますけど、まあこれからですね、あと4本登らないといけない。元気です。はい、頑張って。ありがとうございます。自販機代やばいっすね。やっぱりポーランドやったら自販機とかないんですか。そんなにない。日本の方が便利ですね。間違いない、うん、めっちゃ便利。あ、とりあえず炭水化物一杯自分に注いだからこれでなんとかここは登れるかな。この前一緒に横山さんと登った小川コース、この前どうでした。まあ、そこまではしんどくなかったです。ああ、うん、ですよね。行きましょうか。なんか今日もう見慣れた光景ですね。今日わざわざ応援しに来てる人が結構来てくれて、差し入れも持ってきた人もいる。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでまだどっかのヤブで死んでないと思います。こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。はじめまして。はじめまして。横山との友達の大工と言います。あ、はい、話で聞いてます。ヒルクライマーとしてあんまりいいところたくさんはないけど、こんなに差をつけられても結構楽しんでます。あそこって書いてました。毎回書いてないですよね。一本目しか書いてないですね。いやもう達成したんな。だから俺さ、めくっていってさ、あれ横山ないやん。あいつ登ってないんじゃないかと思って。最後は中尾かもしれませんよ。中尾やめて。サイコロ持ってきてなかった。全部中尾にし。ご
ご飯食べに行きましょう。桂木さん登ってる時にあそこ結構お世話になってて、このカフェの店主がおじいちゃんおばあちゃんの夫婦で、すごく優しい、いつも雨くれたり、いつも手振ってくれたり、あそこで七活すると言ったら写真撮ってくれて、アルバムを作ってるので、すごくいい休憩スポットですね。やばい、声からどんどん元気がなくなる。ちょっとトラブルですね。横山さんのサドルの後ろのネジが完全にもう舐めて、サドルが片方が後ろが全然取れてるから、それを今どうするか考え中です。このまま走ることができるかどうかはちょっと判断難しいですね。2回目かな。こんにちは。これ持って写真撮る予定やったんけど、雨で中止でした。座ったら立てるかな。イノシシカレーいっちゃん高いやつにする。まだやねん、ごめん。11月から。あ、そうなんです。あ、だから牛すじか。あ、陶器のみで書いてますね。じゃあ普通のカレーと、このおでんで。おでんね。おでん。卵、この豆腐。じゃあこれを1個。こっち。いい感じです。いただきます。でした。事務所の方でネジか何か使えるものがないか聞いてみます。じゃないと、もしかして横山さんが7月達成できないかもしれない。人いないですね。諦めたくないですね。できれば今日みんなでフィニッシュしたいから。ごめんなさい、はい、バイクで来た方ですか。そうです、ね、あ、すいません、結束バンドとか持ってませんか。最高です、ありがとうございます。やった。これで解決できるかどうかわからないけど、ゲットしました。あった、すげえ。どこから。バイクの人から。マジで、はい、めっちゃありがたい。おお、うん、帰るの。帰る、一旦帰って取りに行った方が、まあ、安全は安全だな。とりあえずサドルを固定することはできたんですけど、横山さんはやっぱりちょっと心配で、一回家に帰って、まあ、新しいネジつけて、そして6本目に合流するという感じになります。まあ、横山さんはどうするかな。7月は達成できないかもしれない。ジーンズ下りましょう。まあ、正直に言うと今から走るコース、ジーンズと殿原、僕一番楽しみにしてるかな。一番走りやすいし、まあ、殿原一番馴染みがあるコースなんで、で、まあ、僕らが今陣痛走ってる間に横山が家帰ってネジをつけて、そしてまた殿原バス停で合流するという流れになります。横山の7活目はどうするかはちょっと決めてないんですけど、時間の余裕あれば8活目するかもしれません。わからないけど、また LINE します。はい、いや、また。はい、はい、いってらっしゃい。さあ、今からジーンズです。7つのコースの中で一番走りやすい、道が一番綺麗、景色も多分一番綺麗。仲間もう一人聞こえました。大工さん。バンバン結構来てる。二人先行っちゃった。何メートル。3519。
3800。あのみんなが見ないと見てないとき僕結構登ってました。ありますか。クヤンからメッセージ来てた。45分ぐらいに着くと思います。今18分。あと2本ですね。2本か。クヤンさんまだ来てない。あと15分ぐらい、それまではまあここで待ってます。トノハラ登ってその後サイコロ回して最後。クヤンさんも多分今日7月、間に合わなさそうですよね。ありがとうございます。なんか今日いろんな人に物もらってます。これ結構蘇るで。あ、そうカフェイン誰か一番しんどそうな人。しんどさ汚いな。なんでこんなに早いですか。いや早いかどうかわかんないです何かされたことありますか。あ前あでも社会人になってから自転車あ実際乗り始めて、うん、え運動するのも中学生とかはサッカーとか駅伝とかやってました。元からそういう体質ってこと。わかんないですね。努力もされてると思いますけど全然何もやってなかった。パソコンでゲームしてたばっかり自転車乗り始めてやっとちょっと運動し始めた。あーすごい新しくなった横やんできます。はい頑張って。マイホーム殿原。じゃあまた後でゆーるく登ります。あーしんどい、足動かない。この殿原は僕の一番登ってるコースでしんどくても走りやすい。決して桂木さんの中で一番楽なコースではないけど私個人的にすごく好きです。何が好きって言われたらちょっと難しいけど、別に路面が綺麗なわけでもないし景色もちょっとあるけど、なんか走り心地がいい。道がこうぐにゃぐにゃぐにゃと上まで登って、まあ TT にしても普通に走るにしても面白い。もし一本だけにするならぜひこの殿原に来てください。顔死んでるかどうか確認。はい死んでます。あと1本しかないけど登れないことは多分ないと思いますけど、結構自分の今の限界に近づくと思う。腰がやばい。足も痛いけど腰がやばい。やばいです走った後に。さあやりますか。サイコロ。サイコロ。止めるのはタッシーで。一番強いタッシーで。まあ1と2だけは勘弁してください。多分5が出るで大丈夫です。3。うお。ちっちゃい。まあカット。ソブラです。ソブラです。もう一回行こう。いえ、ソブラです。もう一回これ。ルール悪いソブラです。マジかよ。いや、横山さん大丈夫でしょ。僕が一番心配。いや、大丈夫ない。大丈夫。一人の時間くださいってこと。もう殿原と下ってソブラ行きましょうか。はい。殿原降りてソブラに向かいます。タイムマシンで過去に戻ってきたってずっとそうですよねデジャブ。久保さんも内心はめっちゃへこんでるとか。いやこう見えて結構楽しんでますよ1時間経って山頂に来なかったらもう帰っていいですよ目標は足つかないことです。マジでゆっくり行きます。今日の最後の戦い、もう2人の姿ほぼ見えない。絶対登りきる。やばい、右足つりそう。足つったら終わり。まだ生きてます。ほんまに限界。あー腰痛い。まだ生きてます。多分すっげー怖い顔してると思う今。誰かに見られたらびっくりされると思う。
多分いけると思う。足つらなかったら。着実に前に進んでます。200ワットもう維持できない。超ゆっくり。さっきアブに刺された。最悪。着いたよ。ほぼハイランドパークあとちょっと。ありがとうございます。なるほど。足つかずに登れたよ。ああ疲れた。7月達成。こんなにちぎられたな。だって毎回待ってもらいましたね。みんなとフィニッシュできたのも一回もない。まあ自分なりには頑張れたと思うし、まあ横山さんとタッシーさんのおかげで、まあ自分が足りないところがたくさんあると思い知らされたと思います。いやでもしんどかったけどできてよかったと思う。すごくいい刺激になったと思うし、家帰ってご飯食べよう。家まで持たないと思う。コンビニで泊まらな無理。ありがとうございました。今日付き合ってくれて いい刺激になりました。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日本当に素晴らしい一日でした。たくさんの人に応援に来ていただいたり、昔からの仲間もそうなんですけど、まあ、YouTube を通してすごく遠いところからわざわざ来てくれた人もいたし、差し入れを持ってきたり、なんか一緒に走ったり応援したり、とにかくもう自転車が楽しい。桂木さん大好き。あとYouTube を初めてほんまに良かったなって思いました。今日は本当にありがとうございました。これで帰って晩ご飯食べてぐっすり寝たいと思います。お疲れ様です。